小さな南の島から始まる声を通してつながる世界ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグアかわいい、たくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじ、各社の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。7月14日第15回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型トーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブ。ここでパーソナリティの紹介です。今日も画面の外からこんばんは、タチヤです。そしてはい、いつもハッピーラッキースマイルのレイナです。そしてこんばんは、脇毛ボーボーのミッチです。えい、この最高の3人でお送りします。はい、今日はニーナさんがお休みです。残念はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 アドレスはすべて小文字で 797@fmginowan.com、 懸命にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。そして今回のテーマは睡眠エピソード。皆さんからのメッセージをいっぱいお待ちしておりますはい、いっぱいお待ちしております、はい、しております。はい、睡眠エピソード。睡眠ね、何でもいいですよ。なんか寝てる時の自分とか、うんうんうん、夢とか、なんか家族の寝てる時の姿とか、うん、それ気になるかなあれだよね、睡眠って言ったら、あのあれ誰だった、あの百獣の、え、ライオン、誰だっけ、違うライオン違う、あれよ、百獣のって言ってる人、あ、名前忘れたな。わかった、男の人でしょ。そうタンクトップのやつも、あ、わかった、なんだっけ、わかんない、なんとかそうでしょ。あ、そう、竹井壮、竹井壮は1日の睡眠時間45分ってよ。え、鳥居みゆきは1時間半。え、ね、それはお仕事がお忙しい。違う、もうこういう、なんていうの、睡眠時間がとっても短い人がいるわけ。へー、もうそういう生活。そう、これもうずっと、わお、すごいね。ね、なんか普通の人は2時間でこの一番深い眠りにつくんだけど、この人たちは2分で入るわけ。だからもう眠いとかないんだって。さすが百獣の王だ。5時間以上寝ないとちょっと眠くなっちゃうな、朝とか。へえ、うん、俺2時間半。絶対嘘だろ。あ、ほんと。ミッチーとかお昼寝してそうだけど。うん、お昼寝するするやんするやん。なんか、友達が言ってたんだけど、お昼寝の15分は夜の1時間に値するんだって。へえ。なんで？そう、いや知らん、なんでだろう。お昼寝は一応いいっていうさ、うん、ちゃんとした意味があるんだって。あ、じゃあお昼寝したら夜寝れないってこと？違う嘘だろどういうこと？だからね、そう、なんかお昼寝は体にいいわけ。うん、お昼に15分寝たとします、うん、夜の1時間の睡眠に値するって言ってたわけ。あ、なるほど本当にわかるかな多分伝わってないんじゃないかな。分かった。あ、じゃあ説明して。夜の1時間寝てる自分とお昼で15分寝てる時間一緒。あ、まあそんな感じはい、伝わるかなみんなへえ。今日金ちゃん何時間ぐらい眠るの、いつも。女性はいつもは、うん、普通に6時間とかなんですけど、うん、あの休みの日はもうずっと寝てる。ずっとったらもう例えば夜11時とか寝るじゃないですか、うん、次の日の
1時とかに起きる、はあ、昼の、はあ、休みの日もったいな。でも途中途中目開けるけど、うん、もう一回もういつの間にかまた寝てて、うん、もうずっともう12時間以上寝れる。へえ、全然いける。なんかもったいない気するよ、ね、もったいない。俺もう休みの日でも6時間7時間したらもうすぐ行動。逆にさ、俺もさ休みの前の日とかはちょっと夜更かししちゃうのよ、飲みに行くさね、うん、で朝起きるじゃん、うん、7時ぐらいに目覚めて、朝のそっからもう目がギンギンになって、うん、いつもだったらちょっと二度寝したいなっていう時間帯じゃん、うんうん、だけど休みの日の朝はもう目覚めちゃうね。なんでだろうね。すごい、もう休みだからとことん寝ようってなる。嘘、ほんとにないぜ。遊びに行かないの？遊びには、わ、起きてから行くとことん寝て、おっしゃ寝た、おっしゃってなって、うん、もうそこでもうパワー全開。こんなし考えたら休みっていう休みないかも。そうね、フル活動してるじゃない。フル活動すげえ。年末年始ぐらいかな。寝れるの？うん。寝れるの？あ、なんかメッセージ来てますよ。お、サウロの心さん、妹は目が開いたまま寝てるぽ。え？いるよね、目半目の人。あ、いるいる、ね。目が大きいからかな。目が閉じないんじゃん。金ちゃん目閉じる？閉じる。やってみて。あ、閉じてる閉じてる。いや全然見てなかったけどね。あ、でも口とかめっちゃ開けてる人いますよね。あ、分かる。朝起きたらちょっと覗いたいもん。多分俺開けてるタイプだはず。俺ないな。覗かさがさわする朝。最近特に。へえ。なんでかな。ね、なんかある？寝てる時。寝てる時。自分で気づくみたいな。あの、そう、あのレナおかしいのかわからないけど。あ、おかしいぜそれ。それはおかしいよ。はい。はいはい、なんでなんで。遅い。あの。ね、寝てるとき、あの、面白い夢見てるのも、見てるときに、あ、それは自分で気づいてるわけ？そう、気づいてて、うんうん、で、しかも夢の中で笑ってて、うん、で、それが本当に、本当に笑っ、ニコみたいな、ニヤみたいな。これも自分でわかるわけ？そう、わかる。自分で口が動いてるのがあって、うんうん、それがめっちゃ恥ずかしい。もう、あの、学校とかで寝てるときに、あったから、うんうんうん、あ、やばい、友達見られたかもと思って。でもそのままもうスルーする。とりあえずあんまり伝わらなかったけど、うん、とりあえず寝てるとき自分が笑ってるのがわかる。なるほどね。そう。あ、けどその学校で思い出したけど、うん、友達に遠間勝成って言うわけ、うん、こいつ名前出す、ね、遠間さん。学校で月曜日から金曜日まで学校さ、はい、で1日5時間6時間学校さ、うん、ずっと寝てから、うん、必ずなんていうの、手を重ね合ってなんていうの、そこの腕におでこをつけて眠るわけ、こいつは。うん、ああ、はいはい、よくある。なんていうかな、ちょっと机の眠り方っていうの。はいはい。だからこいつ、ずっと高校3年間、ずっとおでこいつも赤かった。なんもう安心寝るばって思うぐらい。手の跡がついてるんだ、おでこに。そうそうそう。トーマ勝成。トーマ勝成さん。勝成さん。今も赤いかな。今赤かったはずよ。最近見てない、元気かな。学校で寝るっつったら、ガタってなる。あー、なるよな。あ、なるー。あー、なる。ガタって。あれさ、よく夢見てる人とか言うじゃん、うん、高いとこから落ちたとか、うん、俺あんまないんだよね。なるの？夢見ないでガタってなっちゃう感じ。どういうことどういうこと、動いてるの自分が。要は何も夢見てないけど、うんうん、ガタってなってるから、あの高いとこから落ちてガタってなるの、 あんまり信じきれないけど。あれ浅い眠りの時多くない？あ、多いね。あ、今俺寝てるかなって微妙な時に落ちるよね。だからガタってしたの分かっちゃうんだよ。うん、分かる分かる。ガタって、あ、首がカックみたいな。違うなんかあれよ、あ、ピクみたいな感じ。そうあ、寝てる時に何ガタとビックで伝わり方違うの？じゃあ、 あれでしょ、多分金ちゃんの中はこの首が落ちる瞬間のこのカックンカックンでしょ、うん、そうそれ、ね。ガンははーい。けどあれだよね、学校で寝てたら絶対足しびれるような。いや、俺ないんだよね。え、お前足腐ってるよ。いや、しびれてる方がおかしい。エコノミー症候群だ。そう、たっちゃん多分膝チョップしてもピーンって並んだタイプやつさ。いいことじゃん。え、あ、そうなの？いいことだ。もうビリビリしたら嫌さ。あれは腐ってるよ。じゃあ、睡眠といえば、はい、まあ、夢も見ますよね、うん、夢的なトークありますか？夢トークはあるよ。はい、俺ね、夢を
3つの角度から見れるわけ。1個は1カメ2カメ3カメみたいな。そうそう、1個はこれはけどあるよ、気づく気づかないの夢の、なんていうの、うん、種類にもよるけど、うん、1つは自分の目線、うん、自分の目線でこの要はいつも見てる感じ、はい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 、2つ目は客観的に自分を見るわけ。おー、で3つ目は上から。上から、そうそうそう、見下ろしてる感じ。そうだけど、大体自分の目線の時じゃないと夢の動きできない。あーなるほどね、これ夢だって気づいて動くのは、うん、自分の目線の時じゃないとできない。へえ、すごい。例えばどんな夢だったんです？それは分からん。もう記憶にはないけど、とりあえずそうそうそう、1カメから3カメまであって、違う、なんていうのかな、夢の種類によって違う。あーなるほどね、うん、上から見るのは大体ないけど、大体すごい自分の目線か第三者目線が多いな。これって幽体離脱ってやつ？違う。やばい、今日映画に全然話が伝わらん。待ってっす、違う、分かった。金ちゃんがあれじゃない、俺の説明不足だ。そうだな、俺たちが悪いかも分からん。なんでみんな、俺の今説明伝わってる。伝わってる、大丈夫。じゃあ今度俺が調整してみていい？うん、じゃあ頑張って。パイパス、パス。やっぱ寝るとき夢見るけど、いい夢もあれば悪い夢もありますよね。はいはいはい。で、はい、ちっちゃい頃から高熱出したりとき、高熱を出したときによく見る夢があったんだけど、はい、その夢が数字の夢で、うん、数字って膨大じゃん、うん、無限にあるじゃん、うん、それが怖くてたまんなくて夢から覚めたら吐いたりとかさ。へぇ、だから数字のトラウマがあるのかわかんないけど、うん、ちなみに俺数学大好きなの。へぇ、だけどうなされてる時に見る夢は数字の夢で、あんまりにも膨大な数にびっくりしちゃう。へぇ、じゃあ逆に数字見たら落ち着くタイプ？いや落ち着くとかないけどさ。あ、そうなんだ。数がもう、うじゃうじゃ飛んでるんです。どういうこと。まあそんな感じ、数字がめっちゃもう膨大に迫ってくるの。ああ。なんかあれがあってさ、丹沢直樹だったっけ。丹沢直樹だ。丹沢直樹の相棒の人はストレス溜まってうつ病になりそうな時は、うん、全部数字数えてたよ。この落ち着かせてから。見てねえや俺。はっ、半沢直樹見てないの？見てない。土下座しろや。なんでや。あ、今のもわからないか。あ、今のもわからないか。残念だね。なんか深澤さん、かわいそう。チーン。はい、メッセージが続々来ております。すごいね。はい、CM の後に読んでいきましょうかね。はい、はい、一旦 CM です。やばい。ケイちゃん何やろ。なんバカなのか。今さら、なんか今さら上から目線でいい、認めることから始めよう。あ、うん、歌はまた、もうなんか検索できない、うん、じゃああれでいいんじゃん、入ってるやつ。歌はこの次のやつですよね。いや、これはもう重症なのでちょっと頑張って手術してきます。手術する前に勉強して、勉強してきます。出直してきます。こちらからだね。いいんじゃん、グラム。おぉ、
今回のテーマは睡眠。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。お待ちしております。はい、たくさんメッセージ来ております。はい、ありがとうございます。サウルの心さん、スイミングスクールの V パン履きたくて履いてみたら大変なことになってた。あ、睡眠とスイミング間違えた。嘘つけ。わ、え。まあ、ひらがなで言うたら、あの、今日のトークテーマバッチリやね。ああ、うん、そうだね。でもスイミングスクールで V パン履きたくて履いてみたら大変なことなったんだ。V パン履いたことないや。そうなんですか。V パン。ないでしょ。スイミングコート。うん。ないないない。女子って V パン？あ、今の時代は普通の。お腹はなんていうの、ロンパン？サッカーのよ、サッカーのズボンみたいなんだってよね。そうね。シャカシャカの。シャカシャカのなんか。シャカシャカの。中にメッシュが入ってて。はい。その上になんかロンパンさ、このスポーツパンツみたいな。はい。へえ。じゃあもう海パンみたいな感じ？そう、海パンの真っ黒。へえ。この色かな、だってかな。今日のトークテーマは睡眠。はい。はい。あつおさん、ありがとうございます。体がビクってなるのは体のねじれを戻してる証拠なんだって。へえ。さっちゃんビクってならんって言ってたっけ。体いいってことじゃない。じゃあ、うん、ねじれてるから。ねじれてるんだよ、寝てるときに。いや、だからねじれてるの直すためだってでしょ。そう、だからねじれてないからビクってならないってことでしょ。うん。あ、伝わんないぞ、今日は。よぎんちゃんやばいや。出直してきます。はい。マチオゴーパチさん、はい。自分は自分のいびきで目が覚めちゃいますよ。これよく聞くよね。な、すっごい、うん、意外とあれだよね。自分で知らないけどいびきかいてるよね。あ、そうなんですか。おう、じゃあ今もかいてるのかな。かいてるよ。かいてる。すんだ。かいてるはず。やべ。ちょっと、サウロの心さん、はい。炊飯器壊れた。今日のトークテーマは睡眠です。水をかけて。水をかけて。あ、すいません。じゃあ他、はい、じゃあ他にたっちゃんなんか睡眠エピソードは？睡眠な。最近さ、うん、朝起きれなくてさ。なんで？で疲れてるわけ？なんかそうなのかな。でこの前ミチとかに相談した時に油飲めっていう話になってた。ああ、そうそうそう、油飲め、アマニエル。え、嘘っていう。レナちゃん忘れたの。あ、アマニエル。アマニユね。はい。アマニエルって感じ。やばい、ちょっとキンちゃんやばいやつさ。そっとした方がいいかな。そっとしとこう。アマニユね。アマニユね。アマニユね。皆さん、うん、アマニユわかるかな。わかんないか。はい、そして、はい、それを何。そしてそれを飲まだ飲んでないんだけど、飲んでないの、うん、ちょっとこれから挑戦しようかなと思って、うん、睡眠バッチリ大事ですよね。そうそうそう、いいと思います。朝強くなるように頑張ります。はい。けど意外とあれだけどね、なんか朝起きれない人の気持ちがわからんかも。じゃん、目覚ましできたらもう15分以内には落ちてる。あ、でもさ、俺も結構朝パッて目覚めるタイプだったの。うんうん、なんかね、携帯のスヌーズ機能あるじゃん、うんうん、あれを途中からもう一回もう一回みたいな、あと5分みたいなのを繰り返していくうちに起きれなくなっちまう。あー、なんだそのパターンだ。そうなの。うん。だからね、あのスヌーズに頼ったらダメです皆さん。はい。あれはね、オフにして一発で起きるようにしましょう。へー、けどね、なんかよくいるさ、なってるの大きい人。あ、それは俺信じてる。不思議やっさ。安心。それは不思議ですね。ね、なんかなんだろう、この電話しても取らんし。あ、そうね。うん。ある程度時間つってもしもしみたいな。たまにさ、ネットカフェ、うん、朝までいる時があるんだけど。へえ。で朝だったらやっぱ寝てる人がいるのか、アラートが鳴るのね。うん。これがね1時間近くずっとピーピー鳴ってる。マジな。アラートかける意味ねえよって思いながら。起こしに行ってあげようかなとか思っちゃうね。めっちゃドン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 ってやって立ち去るねえ。あ、そう、どんどんで思い出したんだけど、うん、昨日よ、お家帰ったわけ、うん、で、俺のお家4階だわけ。4階、うん、うん。で、なんでか知らんけどなんかお家帰ってから鍵さして普通にマウス押したけど回らんかったわけ。へえ。回らんかったなんでかみたいな、うん、で、鍵回らんしドアガチャガチャしてもあかんし、うん、なんでかなと思ったら見たら3階でから
死にやばいと思ってか、もうすみません降りてか走ってか階段登ってか、いなかったかも分からんけど、うん、これ逆に自分がされたら怖くない？怖い怖い。まあそうだけど、あのちょっと謝っとこうよそこ。じゃあもう謝るって言うじゃん。走って逃げるんだよ。違う違う違う。なんていうのかな。はやばい、ミスったミスったミスったなんでみたいな。うん、3回っていうか間違えるばみたいな。僕らもありますよね。鍵刺さるば。あ、一応、ね、一応入りますよね。あ、そうなんだ。鍵は、うん。知らんかったわけ。うん。びっくりした。で、どうなったんですか？あ、僕らん。僕らん。開けたのかな。それから。走って逃げちゃったからね。いやけど結構な時間入ってたよ。多分30秒ぐらい。あ、なんで見てたんじゃないですか？誰かこいつってから。うん。しかびやに、ね、すますこんな仕掛けてからあいつはもうそんなにあれだからね、ちょっと持ってるけど、ほんとにカチャカチャって言われたよ。やばい、ね、その人起きたはず。一応夕方だから寝てないと思うけどね。人がいなかったらいいね。サロの心さん、はい、あ、はい。毎日寝プーしてるみたい僕。あ、わかるんだ。わかるのかな。あ、見たいって言うから多分、うん、あ、言われてる。寝プーしてたよ家族の方にね、言われてるかもわからんね。うん、そうなんだ。なんかけど学校ネプいたよね、いっぱい。いるー、ね、いたいたいた。しかも意外とネプって臭くないよね。うん。なんでだろうね。うんって。うん。あ、じゃあ臭いネプ見たことある？嗅いだことある？いや、嗅いだことはないし、ネプも見たことないな。嘘つけ。何その、え、ネプ見るよねみたいな感じ。じゃあまず何でか教える？うん、クラスメイト。あ、そうなの？そうそうそう。高校の月クラスメート。覚えてないだけじゃん。待って、後で名前教えてくれ。S 君。S 君。S 君だそうです。はい、ここでメッセージが来ております。はい。メールを紹介します。はい、ありがとうございます。佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。エンペラーだ。テーマ、睡眠。高校時代、全寮制だった。その同じ部屋になったやつの寝言が非常にドラクエ的な寝言。その寝言は、オラー、ついにここまでたどり着いたか、ギガディーン。こぞって他の部屋からみんな押しかけて、ホイミーホイミーって言う始末。かなり笑えた話でしたな。さーて、洗車しながら聞いてる。ありがとうございます。洗車しながら、デンマークの人ギガディン使うんだ。勇者やし。すごいな。ギガディンって何？なんか勇者しか使えない技があるわけ。うん、雷チックなね。そうそう、最強のやつ、うん、最強。もうその血筋しか使えない。やっぱ多分ここまで来たら初っ端ギガディン打ちたかったんだろうね。多分あれだね。エンペラーさんの厚尾さんの友達はヨシヒコだな。最近その話ようするね。ああ、勇者ヨシヒコを受けるわけよ。面白いねえ。こんな、なんていうのかな、言葉プララって喋るのかね。ねえねえ。あ、でも弟がちっちゃい時にめっちゃ、うん、アガーって言ってたよ。寝てる時に。あ、かわいそう、何されてんだろう。どうしてあげればいいんだよ。どこだよな。アガーって言ってるから、怖い怖い怖いと思ってちょっと見守ってた。あ、じゃあ金縛りは？金縛りもよくあるね。へえ、あんまり最近ないですねえ、うん、金縛りなん、睡眠のどんな時になるんだろうね。なんかよく筋肉の疲れとか、ね、幽霊がどうのこうのとかあるけど、うん、実際問題はどうなんだろうね。これはね、わし調べたよ。おあのね、人間の睡眠ってレム睡眠とノンレム睡眠があるわけですよ。わかるよ。はい。で、どっちだったか忘れたけど、どっちかが、うん、どっちがノンレムだったか忘れたんだけど、うんうんうん、人間の睡眠って脳が起きてるときと体が寝てるときで、体が寝てるときと脳が起きてるときがノンレムとレムなんだよ。はい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 。で、体が寝てて脳が起きてるときは夢を見ます。うんうん、体が寝てて脳が起きてるときが夢を見てる。脳が起きてるから繰り返しやね。で、脳が寝てて体が起きてるときは寝相とか、あーはあ、寝返りとか。あ、じゃあ寝返りしてる時は夢見てないんだ。そう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 。へえ、完全に休んでるから、あ、そうなんだ。で、金縛りっちゅうのは体が寝てて脳が起きてる状態で、うん、覚醒まで至った時。あ、じゃあもう体は寝てて、うん、寝てるんだけど脳が起きれって言ってんだけど、うん、反応しなくて、うんうん、目はバッチリ覚めてるのに体が全然動かない。
みたいのが金縛りの科学的。じゃあ心霊的で説明は？それは俺の専門じゃないわ。まあ本当かどうかわかんないけどね、そんな話らしいですよ。へえ。はい、厚尾さんから。金縛りか足がつってるかがわからん。これマジわかる。寝てるとき足つったことある？ないない。やばい、死ぬ。地獄、地獄。多分なんていうの、自分で吊る中で一番痛い。足のどこが吊るんです？だいたいここ、筋なんだ。ここ、なんだっけ、ここ。ここ。ふくらはぎ。ふくらはぎ。へぇ。太ももや。ふくらはぎ。ふくらはぎ。ふくらはぎ。マジやばい。あ、けど最近つらんな。あれらしいですよ、筋肉ついた。お水をちょいちょい飲めば、釣りにくいらしいですよ。あ、水分が足りないからなるんだ。へぇ。毎日ウェルキンソン3本飲んでます。あの寝てる時とかもこうちょっと起きてお水飲んでまた寝るとか、あーそれ大事って聞く。いちいち冷蔵庫まで行くの。確かに、よく釣りやすい人はやった方がいいらしいですよ。じゃあたっちゃんやらんと。いや、すまんわ。へー、あ、そんな厚尾さん、はい、疲れすぎてるとたまに寝ると足つる。あ、やっぱつるんだ。右足の太ももの内側とふくらはぎが一緒につると悶絶。マジわかる、マジわかる。いってー、うん。しかもこんな時なんていうの、誰にも助けを求めれないさ、うん、誰もいないから、うんうん、どうするの、どうやってほぐすの。伸ばすしかない。基本我慢、うん、伸びるのも我慢する。その伸びる時間が長い。死に痛い。へえ。なんかあのたまに小指がつるんですけど。逆につったことないさ。あ、それでそれで小指がつるから、うんうん、でももう歩けないから、とりあえず手で小指、指を、足の小指ね、指を、あの、無理やり、うっての、離して、そしたら、ピュッ、なんか、戻るわけ？なんか、うん、筋肉が外れたように戻る、ちゃんと。ごめん、全然わからなかったけど、小指を、うってやって、その後、ピュッて離すんだ。そしたら、伸びてから大丈夫。大丈夫、聞いてる人に伝えろよ。いや、伝わってるはずだ。伝わってるかな。伝わってると思う。俺はそう信じてる。ありがとう。へえ、けどそんな、そんなのある。ちょっとラジオの皆さんは分かりづらいかもしれないですけど、うん、今俺目で見てるから、そんなやり方でね。そうそうそう、治るんだね。だからこの太もも、あ、ふくらはぎがつったらどうするんだろうと思って。あ、もうめっちゃ揺するのかなと思って。いやいや、寝てるさ、遠かん、うん。あ、そっか、うん。え、起き上がれよ。起き上がれん、悶絶してるから。そういうこと、マジ無理。もう逆に、あー、そういうことか。なんで今痙攣しないのみたいな。痙攣ってもっとやばいのって思うぐらい痛い。あ、へえ。うん、わかる、うん。わかる、わかる。じゃあもう水を用意しないといけない、寝るところに、うん、用意しとけ、うん、そう。まあ水なんで。あ、けどあれでしょ、うん、なんていうかな、熱中症手前になったら必ず指つる、うん、親指、手の親指が、なんかちょっと変な話だけど、トイレしてるとき、うん、大きいトイレしてるときに、こう、拭こうしたら、うん、すぐつる。何でか知らないけど、マジで。それはつらい。拭けないじゃないですか。あ、一応、だからもう、つる寸前わかるから、あ、今日、やめちゃうの？塩分足りてないのかな、みたいな。一番痛いのさ、俺もつる話しちゃうけど、うん、あの、ベロつったことある。はぁ、あれか。あの、ちょっと、歯になんか挟まってるときに、べ、うん、ーって、とろっとして。ビッシーってなったら、もう悶絶どころじゃないですよ。けど待って、たっちゃん、うん、そんなこと言ってるけど、うん、ラジオの皆さんは分からないけど、たっちゃん歯がありません。あるわ。見ろよこのスマイル。見せてごらん。じゃあ見せたいわ。もう見せてごらん、歯ありますよってから。歯あるけどさ、そうそう、曲行きたいねん。あ、無理無理。紹介していいかい。歯の曲行こう。歯の曲、お願いお願い、歯の曲行こう。歯の曲か。ちょうど今日歯の曲おーよ。聞いてください、天眼達也でホワイトニング。聞いてください、生き物係で風が吹いてる。オーケストラバージョン。あ、本当だ、吹奏楽。吹奏楽バージョン。吹奏楽部？なんかリストにあったから選んだら。これだぞ、どっかの宜野湾の高校の吹奏楽部じゃん。ちゃうな。違う？え、ホワイトニング聞きたかったの。
吹奏楽部だあれ生き物がやっぱタツノオトシゴは本場もんのタツノオトシゴか歯がないってあれは嘘つけ一本しかないよ熱中症前は汗が出ないよ。うん、わかる。そうなんだ、うん、あ、そっか、汗出ないから脱水症状が起きて、うん、うんうんうん倒れちゃうのね。うんうんうん爆音、擬音 OK。 あー、金ちゃんのあれじゃない、ん説明がお、アメマルさんが入れ歯だったとはちゃうわそうなんすよ、よくご存知でマイティーズ歯医者行け歯医者行け言ってるんだけどね。じゃあ歯一本だけどめっちゃいい声してるよねねえ、さっきからおばあがマックスバリーのジャガイモ買ってこいってうるさい。あと30分待って。あ、もうちょい待たしといて。おばあごめんねして。ジャガイモ閉まらんから大丈夫かな。というわけで曲のあとはあの子の行きます。なになになに、ジャガイモ。そろそろ曲終わるかな。ね、こういう時にさ、ツッコミキャラ欲しいよね。ごめん、あんまり俺さ、今日開始の音聞こえないんだ。メイン君、なんで？わからん、なんかおかしいんだよ、開始の音。お前らの声聞こえるわけ。待って、いや、これか？はい。いや、今わかんない。あ、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 じゃあちょっと全部一定に合わせてみる。ちなみに今、吹奏楽が流れております。はい、じゃあ CM 開けようね。え、待って、待って、待って、あんま大きくしないで。マジ？大きくしないでいい。大きくしまった。耳で自分の声は聞こえる、自分の声だけ聞こえる。そうなの。はい、ということで開けますよ。曲からん SE からお送りしたのは生き物がかりで風が吹いてる（吹奏楽バージョン）。間違えちゃったね。まあいいじゃん。はい。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグアー、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球守護伝説の有限会社しもじ、各社の提供でお送りいたします。続いてはこのコーナー、ドヤ顔ラーニング。えいこの、はい、ウェイ説明するよ。あーそう、お願いお願いお願いこのコーナーはさ、明日から使えちゃうかはわかんないけどさ、思わずドヤ顔で言いたくなるようなそのセリフ、みんなから募集してる。みんなから募集してる。2回言った。3度目はみんなから募集してます。はい。じゃあそんな、辰野敏子、例文を、よろしく。ちょっと待ってよ。いいよ、じゃあその間。今入れば入れてます。入れば入れてます。くちゃ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 。お、いい感じの曲にね。ワイングラスを片手に辰野敏子が語る本日のドヤ顔一句、どうぞ。必ずあのテスト前にこんなやついるよねっていうドヤ顔。はい。あー、俺全然勉強してないわ。これ言うやついるよね。いる。勉強なんてしなくてもいいんだよ。でさ、おおかっこいい。こんなやつに限って、うんうん、勉強してんの。分かる分かる分かる。あれでしょ、天眼ってことでしょ。そう、天眼っていう人がなんか やってるらしいね。まあ実際わし。へえ、勉強してたんだ。勉強してた。で、してないって言う、うん、言ってたんだ。全然勉強してないよ。やべえ。もうあれだけどね、僕たち高校はもうカンニングの嵐だったけどね。ダメやん。そんな中たっちゃんは勉強してたってね、知らんかった。じゃあみんなたっちゃんの見てたんだ。うん、なんかね、このペンって透明さ、うん、こっちの中に答え紙ちっちゃく書いてから入れてた。
すげえ。ね。あと手のひら、手のひら全部あれだった。もう35点は絶対取ると思ってから。はい。赤点やからね。そうそうそう、赤点だから。勉強しろよ。はあ、じゃあそんな勉強した、勉強してない僕が語る、明日から使える、知る人が、知る、あ、ミスター、知る人ぞ知る、この一句。ウォーキングデッド。それなんかドラマのあれやん。なんて言ったの今。あれ？今それっぽい英語、それっぽい発音で言っただけやん。それっぽかったけど、なんて言ったの。それ言ったらさ、結構カタカナってドヤ顔で言ったらかっこよく聞こえるよね。はい、じゃあ言ってごらん。レディングパスマーティン。それカタカナだったのか。普通のあれやし。なんか思いつくのがなかった。じゃあ金ちゃん、本物のドヤ顔を見せてくれよ。アンパ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 ン。カタカナをかっこよく言ってみた。じゃあ次俺。はい。これはみんなが嬉しい特別価格。いいね。いいね、めっちゃ嬉しい。ね。特別って言われたらもう買いたくなる。買いたくなるね。うん、もうこれも多分こうなんだっけ、お店の作戦とは思うけど。あ、じゃあ行っていい？いいよ。今流行りのやつ。うん。水素水。流行ってんの？流行ってるよ。あれ？ちょっと前だよ。嘘。嘘。けど水素水はね、うん、デトックス効果がいいからね。そうなんだよ。うん、すぐおしっこしたくなっちゃう。飲んだら。みんなの、ね、しかもあのドヤ顔ワード募集してます。はい、そうです。しかも、はい、水素水っていう漢字が、うん、なんかバランス、上から読んでも水素水だし下から読んでも水素水だから、なんかかっこいいなと思って。どうでしょう。いいんじゃん。いいと思う。いいと思うな。お醤油の好きだよ。頑張って褒めてる。はい、そしていっぱいメッセージ来てます。ありがとうございます。じゃあまずはマッチオゴーパチさんのドヤ顔行きますよ。どうぞ。インプラント。それさ、さっき来てたやつじゃん。入れ歯のとこから来たやつじゃん。多分あれ俺行ってないけどって思ってるさ。一応よ、これは俺も買ってたわざと。あ、じゃあ行くよ。はい。サウルの心さん、一平上等やりん。そう、ドヤ顔で行ってる人いるかな。言ってよ、明日から。一平上等やいびんをちょっとおもかっこいい声で言ってみてほしいです。俺も聞きたい。聞きたい。一平上等やいびん。ただお前、マジよ。ただお前。あ、まだ来てるよ。じゃあこれもっと、じゃあかっこよく言って、サウルの心さんの。はいはい、言って。石岩刀。これは分かるかな、県外の方は。ね、あの沖縄の ね、 ね、魔除け。魔除けに使われるお家の玄関とかにね、うん、よくある 角にあるよね、よく角とかね。石岩刀っていう文字があるんですよ。あ、厚尾さんからも来てます。たっちゃん、これもかっこよく。これいいね、うん、あの100均じゃないんだぜみたいな。お、確かに。何使ってんのって聞いて。何使ってんの。小林製薬の糸ようじ。これ今これドヤ顔になったぜ。これなんかだけどさ、これドヤ顔言う人が使い勝手がないからね。そうだね。、うん、そこがまたいいね。お、ここでメールを紹介します。はい、ありがとうございます。アグーの友達のうるま氏です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こむばんは。たっちゃん、声が綺麗です。ありがとう。今日前堂さんいないね。なんでね。睡眠といえば赤ちゃんを早く寝かす技ありませんか。教えてくださりーな。ちなみに僕は目を10秒閉じていると寝ます。たっちゃん声が綺麗です。何回言うんだ。あ、これ2回ぐらい言ってる。多分たっちゃん声が綺麗ですっていうのがドヤ顔だはず。あ、聞きたいね。え、はえ、え、今無茶ぶりだろ。聞きたい。ありがとうございます。はい、うるましさん。
ねえ、リサーチしとこうね。そうだね。あ、花子さんからも来てます。こんばんは、音声が聞こえないです。え、なぜに聞こえないのかな。あ、そうなの。ツイキャスには聞こえてるみたいだけどね。へえ、あ、そうなんだ。へえ、あら、どういうこと。調べとく。うん、オッケー。お願いします。はい、じゃあ次俺。はい、いくよ。新築一軒家購入。ただ大きい声で言っただけ。でもドヤ顔やね。ねえ、夢だね。俺さ、新築一軒購入したぜみたいな。買ったぜ。かっけー。間違いなくドヤ顔で言っちゃうね。うんうん、縦売りじゃねえぜ。お畳もあるぜ。畳もあるぜ。畳いらねえぜ。打ちっぱなしだぜ。打ちっぱなしな。かっこいい。かっこいい。いいね。いいね。はい、サウルの心さんから来てます。はい。ドヤ顔ラーニング。ターミネーター VS サウロ。でデンデンデデン。デデンデンデデン。勝つわこれ。え？え？なんで戦うんだろうね。ターミネーターとサウロさん。すげえなんか強そう。この字、うん、カタカナ見てるだけでも強そう。どっちがどっちが？うん。やっぱりサウロさんじゃね？嘘だろ、ターミネーターに勝ったもん。よいしょしとかないと。やっぱさ、強えって。そう、強いよね。サウロ強そう。ヤシがて、ターミネーターには勝てないって。多分あれ言うだろうね。俺に任せろ。お前は先に行け。そしてそして最後にシュワちゃんが言うセリフをどうぞ。I'll be back。おお。I'll be back。はい、じゃあ金ちゃん行って、バン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 。じゃあそうだね。いいよ。ドラゴンアイズ。おお、セクシー。金ちゃんは実はセクシーなんだよ。バカセクシーでーす。ちょっとなんかじゃあセクシーな、ちょっと可愛い感じのやつ。可愛い感じ、ね、セクシーと可愛い融合して自分的に、いいやつ、うん、自分流で。こんばんは、金ちゃんです。ちょ自己紹介して。ドヤ顔じゃないやん。あれ。こんな感じ。やっぱシチュエーションを決めないと難しいかも ね。じゃあはい、じゃあ俺が、うん、このラジオパーソナリティとしての発言力を持って言う一言、うん、はい、トータルビューティーフェア。トータルビューティーフェア。ああ、はい、略、はい、直訳して。合計美容、美容祭り、祭り。いらっしゃい、いらっしゃい、美容売ってるよみたいな。分かる、これポスターにあったやつさ。事務所のポスターに。あ、分かった、はい、はい、はい、どうぞ。生前即位天皇やないかい。今流行りの。なるほどね。いいね。そう、今流行ちょっとあれだね、賢い私。そう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 、見せちゃいましたね。え、本当は賢いんだよ、ちゃんとテレビも見てるから。じゃあ、いや、逆に一番自分が知ってる一番難しい言葉をどうぞ。切磋琢磨。うわー、おー、四文字熟語や。じゃあそれに負けたくない、俺も行きたい。はい、ブラックマヨネーズ。笑とるやん。あとそれ芸人さんのお名前でしょ。いや違う、好きなんですか。これお魚さんが言ってた。お魚さんが言ってたよ。お魚さん。はい、俺もいた、俺もいた。はい、はい、どうぞどうぞ。春骨射骨心筋。うおー、すごい。春骨射骨心筋。春骨射骨心筋、あのこの腕らへんのどっかの細い筋肉。何字熟語。え、違う筋肉の名前。筋肉の名前だよ。オッケー。じゃあはい。はい、ファニーボーン。あの肘ビリビリするやつよね。わかる、わかる、うん、よくやる、よくやるよね。電気走るよね。はい、ここでメールを紹介します。はい、ランボーさんからです。ありがとうございます。ドヤ顔ランボーですから。何回。何やねん。でも絵文字がドヤ顔してるよね。ドヤ顔、うん、これがドヤ顔なんだね。じゃあたっちゃん
これ、はい、お前が言った方がいい。はい、アツオさんのどうぞ。アツオさんのね、うん、やばい、これなんて読むんだっけ。ちょ、俺分からんからパスしたわ。分からんから読めんからパスしたわ。分かるよ、読めるようになった、任してくれ。はい、シマイタヘルニア。シマイタ、なんだったかなこれ。し知ってるよ、あのヘルニアやろ。そうそう、え、あれよ、あれあれだろ、なんか腰とかの椎間板や。これやっぱちょっとドヤ顔で言っちゃうね。ね、お前の今の椎間板やんはドヤ顔してたよ。これいいな。俺わかりますよみたいな。これ俺は、こんなの言うメンバー、言ったメンバー、あれ、たっちゃんさっき勉強してるって分かった？あれ？してるしてる。なんでか？え、椎間板でしょ？椎間板分かる？うん、分かる分かる。はい、何？どういう意味？あれよ、間の骨よ。違う違う、ヘルニアの名前だよ。イライラするやんね。うわー、イライラするやんね。やられたー。お、花子さんが聞こえました、はい、頑張ってね。あ、よかった、ありがとうございます。直しました、叩いたら直りました。どんなように？こんなよ。ラジオのみんなに分かりやすくパチパチ叩いてたって。こんなよ。じゃあこれ、はい、金ちゃん、この分かりやすいみんなに説明して、たっちゃんが今やってる行動、うん、なんか、まず、歯をちょっとよくしなんかちょっとが多い。多いね。あ、じゃあ分かった、いくよ。はい、 US ネイビー。しょぼ。 US ネイビー。はいはい、アメリカの青。え、いや、え、そう来たか。ネイビーだよ、ネイビー。ネイビー、うん、藍色。あれあれ違うよね、俺が言ってるの。まあいいんじゃないか。というわけで、はい、ルアーラーニングのコーナーでした。今日なんか不発っぽかったね。もう終わろうぜ。やばい。はい、というわけで皆さん、ドヤ顔ちょっと考えといてくれ。いった CM です。あ、あれ言いたかった、チャンスをピンチにするな。あ、いいね、言えばよかった。はい、皆さん、お待たせしました。イエーイ。この番組では、放送中にいただいたメッセージの中で一番輝いた発言をした人に勝手に表彰します。それでは本日のドラゴンダイブアワードは、
アツオさん。し、す、あ、す、せい、す、追加の番や。おめでとうございます。おめでとうございます。しかもこれあの、アツオさんがなんだっけ、これをやったのにドヤ顔が滑らされました。たっちゃんのせいだよこれ。やばい。ごめんね。はい、おめでとう。おめでとうございます。アツオさんずっとね、なんかこのドヤ顔、あ、ドヤ顔じゃなくてドラゴンダイバーワードを取りたくないってずっと言ってたのに、うん、あ、そうなの。残念、取れちゃいました。あら、残念。いいね。はい、というわけで今日のトークテーマ睡眠でしたけども、はい、先ほどメールにもありましたように、はい、答えてなかったやつ、睡眠といえば赤ちゃんを早く寝かす技ありませんかっていうのがあるんですけども、はい、うんうん、我々ベイビーいない3人だから、あ、はい、はいはいはい、おお、ベイビーはいないけど実は保育士してました。へえー、当たったね。そう、なんかあるかい、ベイビーを。あのね、オルゴールをかけるか、うんうん、あのお腹に乗せて一緒に寝るか、へえ、うん、が一番いいって言われてるらしいっす。そうで、オルゴールもなんか子宮の中にいる時のこの音、うんうんうん、なんか心臓のバクバクの音とか、ね、そういうのが入ってると一番いいって。あ、そんなの、そういうのが入ってるオルゴールが売られてるわけ。そう、あの売られてるところもある。へえ。でこのお母さんの心臓のとこに顔を持ってって、うん、赤ちゃんをね、うんで、一緒に眠ったらもう心臓が近いからすぐ寝るって、うん、お父さんはダメなの？お母さんが。あ、お父さんでもいい。あ、そうなんだ、うん、知らない人でもいいの？知らない人だと人見知りするかもしれんから、うん、そう、お父さんお母さんがやった方がいいって習いました。覚えといてねー。そして、アツオさんが無冠のエンペラーがーそうだね。ねえ、今日一番輝いたと思うよ、たっちゃんのせいで。わしのせいか。そうだよ、そうだよ、そうだよ。今日ちゃんと入れ歯入れてるからいい感じだから。ねえ、ドラゴンにならんわ、こっちが恥ずかしいわ。ってね、今日ね、はい、僕たちね、漢字の勉強しないとね。そうなんだよ、ちょっとこれ恥ずかしいことですからね、うん、漢字読めないの。振り仮名振ってくれたら嬉しいね。あ、もう、ね、本当にもうスーパー嬉しいですね。あ、サウルの心さんからもドヤ顔ラーニング、ごまごま。何のごまや。ごま美味しいよね。もうへそごまね、へそごま取りすぎたらへそが真っ赤らするから気をつけてね。あら、もう、え、もうこんな時間早い。はいはい、というわけでエンディングの時間がやってきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間にお会いしましょう。お相手はミッチとレイナと達也でした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーグア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじ、各社の提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、合言葉はドラゴンアイズ。まったねー。また来週。また来週お会いしましょう。来週は前藤さんもいるよー。いるよー。今日の自己っぷりはちょっとやばかったな。自己っぷり？うん。来週頑張ろう。はい、というわけで終わりましては、はい。お疲れ様です。お疲れ様でしたー。なんかドラゴンうまくできないな。ねえ。もう声がかっこよければドラゴンになる。あ、でも難しいね。確かに。なんかちょっとシチュエーションが欲しいから。そうだね。なんでこのドラゴンを使うかってことだよね。日常でマスク一切使うんだ。ね、ウォーキングって。ね、いや、それは言えるだろ。最近なんか見た。ウォーキングで。水管板やからね。
いいね。水管版な。なんか一応見たことあったんだけどね。見たことあるな。ね。読めない。そんな感じでいっぱいあるよな。じゃあタッチャンなら読めるかなと思ってパスした瞬間。読めなかったな。しまいた。ね。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグア、かわいいたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじ、各社の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。7月14日第15回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型トーク番組です。今日もこのスタジオからあなたのもとにドラゴンダイブ。ここでパーソナリティの紹介です。今日も画面の外からこんばんは、タチヤです。そしてはい、いつもハッピーラッキースマイルのレイナです。そしてこんばんは、脇毛ボーボーのミッチです。この最高の3人でお送りします。はい、今日はニーナさんがお休みです。残念。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 アドレスはすべて小文字で 797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。そして今回のテーマは睡眠エピソード。皆さんからのメッセージをいっぱいお待ちしております。はい、いっぱいお待ちしております。はい、睡眠エピソード。睡眠ね、何でもいいですよ。なんか寝てる時の自分とか、うんうん、夢とか、なんか家族の寝てる時の姿とか。それ気になるかな。あれだよね、睡眠って言ったら、あのあれ誰だった、あの百獣の王。え、ライオン、誰だっけ、違う違う。ライオン違う、あれよ、百獣の王って言ってる人。
だっけ、名前忘れたな。わかった、男の人でしょ。そう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 、タンクトップのやつも。あ、わかった。なんだっけ、わかんない。なんとかそうでしょ。あ、そう、竹井壮。竹井壮は1日の睡眠時間45分ってよ。鳥居みゆきは1時間半。なに、それはお仕事がお忙しくて。違う違う、もうこういう、なんていうの、睡眠時間がとっても短い人がいるわけ。へえ、もうそういう生活。そうそう、これもうずっと。わお、すごい ね。なんか普通の人は2時間でこの一番深い眠りにつくんだけど、この人たちは2分で入るわけ。だからもう眠いとかないんだって。さすが百獣の王だ。5時間以上寝ないとちょっと眠くなっちゃうな、朝とか。へえ、俺2時間半。絶対嘘だろ。あ、ほんとほんとほんと。ミッチーとかお昼寝してそうだけど。うん、お昼寝する。するやんするやん。なんか、友達が言ってたんだけど、お昼寝の15分は夜の1時間に値するんだって。へえ。なんで？そう。いや、知らん、なんでだろう。お昼寝は一応いいっていうさ、うん、ちゃんとした意味があるんだって。あ、じゃあお昼寝したら夜寝れないってこと？違う嘘だろー。どういうこと？だからね、そう、なんかお昼寝は体にいいわけ。うん、お昼に15分寝たとします、うん、夜の1時間の睡眠に値するって言ってたわけ。あ、なるほど。本当にわかるかな。多分伝わってないんじゃないかな。わかった。あ、じゃあ説明して。夜の1時間寝てる自分とお昼で15分寝てる時間一緒。うん、あ、まあ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 、そんな感じ。はーい。伝わるかな、みんな。へえ。けど、金ちゃん何時間ぐらい眠るの、いつも。女性は。いつもは、普通に6時間とかなんですけど、うんうん、あの、休みの日は、もうずっと寝てる。ずっとったら？もう、例えば夜11時とか寝るじゃないですか。うん、次の日の、1時とかに起きる。昼の。あ、休みの日？もったいな。でも途中途中目開けるけど、うん、もう一回、もういつの間にかまた寝てて、うん、もうずっと、もう12時間以上寝れる。へー。全然いける。なんかもったいない気するよね。もったいない。俺もう休みの日でも、6時間、7時間したらもうすぐ、すぐ行動。逆にさ、俺もさ、休みの前の日とかはちょっと夜更かししちゃうのよ。飲みに行くさね。うん、で、朝起きるじゃん、うん、7時ぐらいに目覚めて、朝の？そっからもう目ギンギンになって、うん、いつもだったらちょっと二度寝したいなっていう時間帯じゃん、うん、だけど休みの日の朝はもう目覚めちゃうね。なんでだろうね。すごい、もう休みだからとことん寝ようってなる。嘘、もったいないぜ。遊びに行かないの？遊びには、起きてから行くとことん寝て、おっしゃ寝た、おっしゃってなって、うん、もうそこでもうパワー全開。こんなし考えたら休みっていう休みないかも。そうね、フル活動してるじゃない。フル活動すげえ。年末年始ぐらいかな。寝れるの？うん寝れるの？あ、なんかメッセージ来てますよ。お、サウロの心さん、妹は目が開いたまま寝てるぽ。えいるよね、目半目の人。あー、いるいる、ね、目が大きいからかな。目が閉じないんじゃん。金ちゃん目閉じる？閉じる。やってみて。あ、閉じてる閉じてる。いや、全然見てなかったけどね。あ、でも口とかめっちゃ開けてる人いますよね。あ、わかる。朝起きたらちょっと覗いたいもん。多分俺開けてるタイプだはず。俺ないな。覗かさがさわせる朝。最近特に。へぇ、なんでかな。ねえ、なんかある？寝てる時。寝てる時自分で気づくみたいな。あの、そう、あの、レナ、おかしいのかわからないけど。あ、おかしいぜ、それ。それはおかしいよ。はい。はい、はい、なんで、なんで。遅い。あの、ね、寝てるとき、あの、面白い夢見てるのも、見てるときに。あ、それは自分で気づいてるわけ？そう、気づいてて、うんうん。で、しかも夢の中で笑ってて。うん、で、それが、本当に、本当に笑っ、ニコみたいな。ニヤみたいな。これも自分で分かるわけ？そう、分かる。自分で口が動いてるのがあって、うんうん、それがめっちゃ恥ずかしい。もう、あの、学校とかで寝てるときにあったから、うんうん、あ、やばい、友達見られたかもと思って。でもそのまま。もうスルーする、とりあえず。あんまり伝わらなかったけど、うん、とりあえず寝てるとき自分が笑ってるのが分かる。なるほどね。そう。
あ、けどその学校で思い出したけど、うん、友達に遠間勝成っているわけ、うん、こいつ名前出す、ね、遠間さん学校で月曜日から金曜日まで学校さ、はい、で1日5時間6時間学校さ、うん、ずっと寝てから、うん、必ずなんていうの手を重ね合ってなんていうのそこの腕におでこをつけて眠るわけこいつは、うん、あーはいはい、よくあるなんていうかなちょっと机の眠り方っていうの、はいはい、だからこいつずっと高校3年間ずっとおでこいつも赤かったなんもう安心寝るばって思うぐらい手の跡がついてるんだおでこに遠間勝成遠間勝成さん勝成さん今も赤いかな今赤かったはずよ最近見てない元気かな学校で寝るっつったらあのガタってなるあーなるよなあなるーあーなるガタってよく夢見てる人とか言うじゃん、うん、高いとこから落ちたとか、うん、俺あんまないんだよねなるの夢見ないでガタってなっちゃう感じどういうことどういうこと動いてるの自分が要は何も夢見てないけど、うんうん、ガタってなってるからあの高いとこから落ちてガタってなるの あんまり信じきれないけどあれ浅い眠りの時期多くないあ多いねあ今俺寝てるかなって微妙な時に落ちるよねだからガタってしたの分かっちゃうんだよ、ね、うん分かる分かるガタってあ首がカックみたいな違うなんかあれよあ、ピクッみたいな感じそうあ、寝てる時にえ、何ガタとピクッで伝わり方違うのじゃあれでしょ、多分金ちゃんの中はこの首が落ちる瞬間のこのカックンカックンでしょ、うん、そうそれ、ね、違うわはいけどあれだよね、学校で寝てたら絶対足痺れるようないや、俺ないんだよねお前足腐ってるよいや、痺れてる方がおかしいエコノミー症候群だそう、たっちゃん多分膝チョップしてもピーンって並んだタイプやつさいいことじゃんえ、あ、そうなの？いいことだもうビリビリしたら嫌さあれは腐ってるよじゃあ、睡眠といえば、はいまあ、夢も見ますよね、うん、夢的なトークありますか夢トークはあるよはいよ何俺ね、夢を 3つの角度から見れるわけえ1個は何1カメ、2カメ、3カメみたいなそうそう、1個はすげーこれはけどあるよ気づく気づかないの夢の、なんていうの、うん、種類にもよるけど、うん、1つは自分の目線うん自分の目線でこの要はいつも見てる感じはいはいはい、はい、二つ目は客観的に自分を見るわけおーで三つ目は上からえ上からそう見下ろしてる感じそうだけど、大体自分の目線の時じゃないと夢の動きできないあーなるほどねこれ夢だって気づいて動くのは、うん、自分の目線の時じゃないとできないへーすごい例えばどんな夢だったんですえそれは分からんもう記憶にはないけどとりあえずそう1カメから3カメまであってえ違うなんていうのかな夢の種類によって違うあーなるほどね、うん、上から見るのは大体ないけど大体すごい自分の目線か第三者目線が多いなこれって幽体離脱ってやつ違うやべ今日映画に全然話が伝わらん待ってっすよ違う分かった金ちゃんがあれじゃない俺の説明不足だそうだな俺たちが悪いかもわからんなんでみんな俺の今説明伝わってる伝わってる大丈夫じゃあ今度俺が調整してみていいうんじゃあ頑張ってパスやっぱ寝るとき夢見るけどいい夢もあれば悪い夢もありますよねはいはいはいで、はい、ちっちゃい頃から高熱出したりとき高熱を出したときによく見る夢があったんだけど、はい、その夢が数字の夢でうん数字ってあの膨大じゃん、うん、無限にあるじゃん、うん、それが怖くてたまんなくて夢から覚めたら吐いたりとかさへぇだから数字のトラウマがあるのかわかんないけど、うん、ちなみに俺数学大好きなのへぇだけどうなされてる時に見る夢は数字の夢であんまりにも膨大な数にびっくりしちゃうへぇじゃあ逆に数字見たら落ち着くタイプいや落ち着くとかないけどさあそうなんだえ、数がもう、うじゃうじゃ飛んでるんですどういうことまあそんな感じ、数字がめっちゃもう、膨大に迫ってくるのああなんかあれがあってさ、丹沢直樹だったっけうん、丹沢直樹だ丹沢直樹の相棒の人は、ストレス溜まってうつ病になりそうな時は、うん、全部数字数えてたよえこの落ち着かせてから見てねえや、俺はハンザーの秘密だよ見てない土下座しろやなんでやあ、今のもわからないかあ、今のもわからないか残念だねなんか難しいかわいそうチーン
はい、メッセージが続々来ております。すごいね。はい、じゃあ CM の後に読んでいきましょうかね。はい、はい、一旦 CM です。やばい。ケイちゃん大丈夫か、ね、のバカなのかな。今更なんか今さ上から目線でいい、認めることから始めよう。あ、うん、歌はまた、じゃああれでいいんじゃん、入ってるやつ。歌はこの次のやつですよね。あ、タオルのそこはさ、いや、これはもう重症なのでちょっと頑張って手術してきます。手術する前に勉強勉強してきます。出直してきます。こちらからだね。いいんじゃん、グラム。おぉ。どういう、どういう。今回のテーマは睡眠。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。お待ちしております、はい、たくさんメッセージ来ております。はい、ありがとうございます。サウルの心さん、スイミングスクールの V パン履きたくて履いてみたら大変なことになってた。あ、睡眠とスイミング間違えた。嘘つけ。わ、え。あ、まあひらがなで言うたら、あの今日のトークテーマバッチリやね。あー、うん、そうだね。でもスイミングスクールで V パン履きたくて履いてみたら大変なこと、大変なことになったんだ。V パン履いたことないや。そうなんですか。え、V パン？ないでしょ。スイミングコート。うん。え、女子って V パン？あ、今の時代は普通の。あ、なんかなんていうの、ロンパン？サッカーのよ、サッカーのズボンみたいなんだってよね。そうね。シャカシャカの。シャカシャカのなんか。シャカシャカの。中にメッシュが入ってて。はい。その上になんかロンパンさ、このスポーツパンツみたいな。はい。へえ。じゃあもう海パンみたいな感じ。そう、海パンの真っ黒。へえ。この色かな、だったかな。今日のトークテーマは睡眠。はい。はい。あつおさん、ありがとうございます。体がビクってなるのは体のねじれを戻してる証拠なんだって。へえ。さっちゃんビクって並んで言ってたっけ。体いいってことじゃない。じゃあ、うん、ねじれてるからねじれてるんだよ、寝てるときに。いや、だからねじれてるの直すためだったでしょ。そう、だからねじれてないからビクってならないってことでしょ。うん。あ、そうだね。伝わんないぞ、今日。よ、銀ちゃん、やばいや。ちょっと出直してきます。はい、あ、マチオゴーパチさん。はい。自分は、自分のいびきで目が覚めちゃいますよ。これよく聞くよね。な、すっごい。意外とあるよね、自分で知らないけど、いびき、書いてるよね。あ、そうなんですか。おう、じゃあ、みんなも書いてるのかな。書いてるよ。書いてる。すんだ、書いてるはず。やべえ、ちょっと。サウロの心さん、はい、炊飯器壊れた。今日のトークテーマは睡眠です。水をかけて、水をかけて。あ、すいません。じゃあ他、はい、じゃあ他にたっちゃん、なんか睡眠エピソードは。睡眠な、最近さ、うん、朝起きれなくてさ。なんで？疲れてるわけ？
なんかそうなのかな。でこの前ミッチとかに相談した時に油の麺っていう話になった。ああ、そうそうそう、油の麺、アマニウっていう。え、嘘、レナちゃん忘れたの？あ、アマニエル、アマニユね、はい、アマニエルって感じ。やばい、ちょっと金ちゃんやばいやつさ。そっとした方がいいかな。そっとしとこう。アマニユね、アマニユ ね、皆さん、アマニユわかるかな、わかんないか。はい、そして、はい、それを何。そしてそれを飲むように。まだ飲んでないんだけど、飲んでないの、うん、ちょっとこれから挑戦しようかなと思って、うん、睡眠バッチリ大事ですよね。そうそうそう、いいと思います。朝強くなるように頑張ります。はい。あ、けど意外とあれだけどね、なんか朝起きれない人の気持ちがわからんかも。じゃん、もう目覚ましできたらもう15分以内には落ちてる。あ、でもさ、俺も結構朝パッて目覚めるタイプだったの。うんうん。なんかね、携帯のスヌーズ機能あるじゃん。うんうん。あれを途中からもう一回もう一回みたいな、あと5分みたいなのを繰り返していくうちに起きれなくなっちまう。あー、レナそのパターンだ。そうなの？うん。だからね、あのスヌーズに頼ったらダメです皆さん。はい、あれはね、オフにして一発で起きるようにしましょう。へー、けどね、なんかよくいるさ、鳴ってるの起きん人。あ、それは俺信じてる、うん、不思議やすさ、安心。それは不思議です ね、なんかなんだろう、この電話しても取らんし。まあ、それな、うん、ある程度時間つってもしもしみたいな。たまにさ、ネットカフェ、うん、朝までいる時があるんだけど、へー、で朝だったら、うん、やっぱ寝てる人がいるのかアラートが鳴るのね、うんうん、これがね1時間近くずっとピーピー鳴ってる。マジな、アラートかける意味ねえよって思いながら起こしに行ってあげようかなとか思っちゃうね。めっちゃドン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 ってやって立ち去るねえ。あ、そう、どんどんで思い出したんだけど、うん、昨日よ、お家帰ったわけ、うん、で、俺のお家4階だわけ。4階、うん、で、ま、なんでか知らんけど、なんかお家帰ってから鍵さして普通に回そうしたけど、回らんかったわけ。へぇ、回らんかったか、なんでかみたいな、うん、で、鍵回らんし、ドアガチャガチャしてもあかんし、うん、なんでかなと思ったら、見たら3階でから死にやばいと思ってから、もう、すんません、降りてか、走ってから、階段登ってから、うん、いなかったかもわからんけど、うん、これ逆に自分がされたら怖くない？怖い怖い。まあそうだけど、ちょっと謝っとこうよそこ。じゃあもう謝るって言うじゃん。走って逃げる。違う違う違う。なんていうのかな。はい、まあ、ミスった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 。なんでみたいな。うん、3回っていうか間違えるばみたいな。僕らもありますよね。鍵刺さるば。あ、一応、ね、一応入りますよね。あ、そうなんだ。鍵は、うん、知らんかったわけ。うん。ええー。びっくりした。で、どうなったんですか？あ、僕ら。分からん。開けたのかな。それから走って逃げちゃったからね。いやけど結構な時間入ってたよ、多分30秒ぐらい。あ、なんで見てたんじゃないですか、誰かこいつってから、うん、しかびょうにすみません、こんな時間開けてから。あいつはもうそんなにあれだからね、ちょっと持ってるけど、ほんとカチャカチャって言われたよ。やばい、ね、その人起きたはず。え、ちょ、夕方だから寝てないだけどね、人がいなかったらいい ね。サードの心さん、はい、あ、はい、毎日寝プーしてるみたい、僕。あ、わかるんだ。わかるのかな。あ、みたいって言うから、多分、うん、あ、言われてる。寝プーしてたよって。家族の方にね、なったんじゃない、言われてるかもわからんね。うん。そうなんだ。なんかけど学校寝プーいたよね、いっぱい。いるー。ね。いたいたいた。しかも意外と寝プーって臭くないよね。うん。なんでだろうね。うんって。うん。あ、ちょっと臭い寝プー見たことある？嗅いだことある？いや、嗅いだことはないし、寝プーも見たことないな。嘘つけ。何その。え、熱風見るよねみたいな感じ。じゃあまず何でか教える、うん、クラスメート。 あ、そうなの。そうそうそう高校の月クラスメート覚えてないだけじゃん。待って、後で名前教えてくれ。S 君。 S 君S 君だそうです。はい、ここでメッセージが来ております。はい、メールを紹介します。はい、ありがとうございます。松尾さんからいただきました。ありがとうございます。エンペラーだ。テーマ、睡眠。高校時代、全寮制だった。その同じ部屋になったやつの寝言が、非常にドラクエ的な寝言。その寝言は、オラー！ついにここまでたどり着いたか、ギガディーン！こぞって、他の部屋からみんな押しかけて、ホイミー！ホイミー！っていう始末。かなり笑えた話でしたな。さーて、洗車しながら聞いてる。
ありがとうございます。ありがとうございます。洗車しながら、デンマークの人ギガディン使うんだ。勇者やし。すごいな。ギガディンって何？なんか勇者しか使えない技があるわけ。うん、雷チックなね。そうそう、最強のやつ、うん、最強。もうその血筋しか使えない。やっぱ多分ここまで来たら初っ端ギガディン打ちたかったんだろうね。多分あれだね、エンペラーさんの厚尾さんの友達は吉彦だな。最近その話ようするね。ああ、勇者吉彦を受けるわけよ。へえ、面白い。ねえ、こんな、なんていうのかな、言葉ブラララって喋るのかね。ねえ、ねえ。あ、でも弟がちっちゃい時にめっちゃ、うん、あがーって言ってたよ。寝てる時に、あの、かわいそう、何されてんだろう。どうしてあげればいいんだよ。どこだよな。あがーって言ってるから怖い怖い怖いと思ってちょっと見守ってた。あ、じゃあ金縛りは？金縛りもよくあるね。へえ、あんまり最近ないですねえ、うん、金縛り、なん、睡眠のどんな時になるんだろうね。なんかよく筋肉の疲れとか、ね、幽霊がどうのこうのとかあるけど、うん、実際問題はどうなんだろうね。これはね、わし調べたよ。お、あのね、人間の睡眠ってレム睡眠とノンレム睡眠があるわけですよ。わかるよ。はい。で、どっちだったか忘れたけど、どっちかが、どっちがノンレムだったか忘れたんだけど、人間の睡眠って脳が起きてる時と体が寝てる時で、体が寝てる時と脳が起きてる時がノンレムとレムなんだよ。はい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 。で、体が寝てて脳が起きてる時は夢を見ます、うんうんうん、体が寝てて脳が起きてる時が夢を見てる。脳が起きてるから繰り返しやね。で、脳が寝てて体が起きてる時は寝相とか、あーはあ、寝返りとか。あ、じゃあ寝返りしてる時は夢見てないんだ。そう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 、脳が完全に休んでるから。あ、そうなんだ。で、金縛りっちゅうのは体が寝てて脳が起きてる状態で、うん、覚醒まで至った時。あ、じゃあもう体は寝てて、うん、寝てるんだけど脳が起きれって言ってんだけど、うん、反応しなくて、うんうん、目はバッチリ覚めてるのに体が全然動かないみたいのが金縛りの科学的。じゃあ心霊的で説明は？それは俺の専門じゃないわ。まあ本当かどうかわかんないけどね、うんうんうん、そんな話らしいですよ。へえ。はい、あつおさんから。金縛りか足がつってるかがわからん。これマジわかる。寝てるとき足つったことある？ない。やばい。死ぬ。地獄。地獄。多分なんていうの、自分で釣る中で一番痛い。足のどこが釣るんです？だいたいエソ筋なんだ。ここ、なんだっけ、ここ。ここ。ふくらはぎ。ふくらはぎ。ふくらはぎ。太ももや。ふくらはぎ。ふくらはぎ。ふくらはぎ。マジやばい。あ、けど最近釣らんな。あれらしいですよ、あの、お水をちょいちょい飲めば釣りにくいらしいですよ。あ、水分が足りないからなるんだ。毎日ベルキンソン3本飲んでます。あの、寝てる時とかもこうちょっと起きてお水飲んでまた寝るとか、うん、ああそれ大事って聞く。いちいち冷蔵庫まで行くの。確かに、ね、よく釣りやすい人はやった方がいいらしいですよ。じゃあたっちゃんやらんと。いや、釣らんわ。あ、そんなあつおさん、はい、疲れすぎてるとたまに寝ると足つる。やっぱつるんだ。右足の太ももの内側とふくらはぎが一緒につると悶絶。マジわかる。マジわかる。いてー、うん、しかもこんな時、なんていうの、誰にも助けを求めれないさ、うん、誰もいないから、うんうん、どうするの？どうやってほぐすの？伸ばすしかない。基本我慢、うん、伸びるのも我慢する。その伸びる時間が長い。死に痛い。へえ。なんか、あの、たまに小指がつるんですけど。逆につったことないっす。あ、それでそれで小指がつるから、うんうん、でももう歩けないから、とりあえず手で小指、指を、足の小指ね、指を、あの、無理やり、って離して、そしたら、ピュッ、なんか戻るわけ。なんか、うん、筋肉が外れたように戻る、ちゃんと。ごめん、全然わからなかったけど、小指をフッてやって、その後ピュッて離すんだ。おそしたら、伸びてから大丈夫って。何よ、聞いてる人に伝えろよ。いや、伝わってるはずだ。伝わってるかな。伝わってると思う。俺はそう信じている。ありがとう。へえ、けどそんな、そんなのある。ちょっと、ラジオの皆さんは、わかりづらいかもしれないですけど、うん。
今俺目で見てるからそんなやり方でねそうそうそう治るんだね。だからこの太もも、あ、ふくらはぎがつったらどうするんだろうと思って、あ、もうめっちゃ揺するのかなと思って。いやいや寝てるさ、遠かん、うん、あ、そっか、うん、え起き上がれよ起き上がれん、演説してるから。そういうことマジ無理、もう逆に。あ、そういうことか。なんで今痙攣しないのみたいな、痙攣ってもっとやばいのって思うぐらい痛い。あ、へえ、うん、わかる、うん、わかる、わかる。じゃあもう水を用意しないといけない、寝るところに。用意しとけ、うん、そうまあ水なんで、あ、けどあれじゃ、うん、なんていうかな、熱中症手前になったら必ず指つる、うん、え、親指、手の親指が、なんかちょっと変な話だけど、トイレしてるとき、うん、大きいトイレしてるときに、うん、こう拭こうしたら、うん、すぐつる。何でか知らないけど、マジで。それは辛い、拭けないじゃないですか。あ、一応だからもうつる寸前わかるから、あ、今日やめちゃうの、塩分足りてないのかな、みたいな。一番痛いのさ、俺もつる話しちゃうけど、うん、あの、ベロつったことある。はぁ、あれか、あの、ちょっと歯になんか挟まってる時に、うん、ベーって取ろうとしてて、はいはいはい、ビッシーってなったら、もう悶絶どころじゃないですよ。けど待って、たっちゃん、うん、そんなこと言ってるけど、うん、ラジオの皆さんわからないけど、たっちゃん歯がありません。あるわ見ろよこのスマイル見せてごらんじゃん、見せたいわ、もう見せてごらん、歯ありますよってから、はい、歯あるけどさ、そうそう曲行きたいねん。あ、無理無理、紹介していいかい、歯の曲行こう、歯の曲お願いお願い、歯の曲行こう、歯の曲か、ちょうど今日歯の曲、おーおー、聞いてください、天眼達也でホワイトニング、聞いてください、生き物がかりで風が吹いてる。オーケストラバージョン、あ、本当だ、吹奏楽、吹奏楽バージョン、吹奏楽部なんかリストにあったから選んだら、これあれだぞ、どっかの宜野湾の高校の吹奏楽部じゃん。ちゃうな違う、え、ホワイトニング聞きたかったな、吹奏楽部だあれ生き物がやっぱタツノオトシゴは本間門のタツノオトシゴか、歯がないってあるわ嘘つけ、一本しかないよ熱中症前は汗が出ないよ、うん、わかる、そうなんだ、うん、あ、そっか、汗出ないから脱水症状が起きて、うんうんうん、倒れちゃうのね、うんうんうん、爆音、擬音 OK、 あー、キンちゃんのあれだね、ん、説明がお、アメマルさんが入れ歯だったとは、ちゃうわ、そうなんすよ、よくご存知で、マイティーズや、歯医者行け歯医者行け言ってるんだけどね、じゃあ歯一本だけどめっちゃいい声してるよねねえ、さっきからおばあがマックスバリューのジャガイモ買ってこいってうるさい、あと30分待って、もんちゃん待たしといておばあごめんねして、ジャガイモしまらんから大丈夫かな、というわけで曲ないあとは、あの子ら行きます、なになになに、じゃがいも、そろそろ曲終わるかなね、こういう時にさ、ツッコミキャラ欲しいよねごめん、あんまり俺さ、今日開始の音聞こえないんだメイン君、なんで分からん、なんかおかしいんだよ、開始の音、お前らの声聞こえるわけ、だってやのこれか、はい、いや、今わかんない、あ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 、じゃあちょっと全部一定に合わせてみる、ちなみに今、吹奏楽が流れておりますはい、じゃあ CM 開けようね、え、待って、待って、待って待って、あんま大きくしないで、マジ大きくしないでいい、大きくしまった耳でよ、自分の声は聞こえる、自分の声だけ聞こえる、そうなの、はい、ということで開けますよ、曲から、うん、 SE からお送りしたのは生き物がかりで風が吹いてる（吹奏楽バージョン）、間違えちゃったねまあいいじゃん
この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーグアー、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじ、各社の提供でお送りいたします。続いてはこのコーナー、ドヤ顔ラーニング。えいはい、ウェイ、説明するよ。ああそう、お願い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 このコーナーはさ、明日から使えちゃうかは分かんないけどさ、思わずドヤ顔で言いたくなるような、そんなセリフみんなから募集してる、みんなから募集してる。2回言った3度目はみんなから募集してます。はい、じゃあそんな辰野敏郎例文をよろしく。ちょっと待ってよ。いいよ、じゃあその間今入れ歯入れてます。入れ歯入れてます。くちゃ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 。おいい感じの曲にね、ワイングラスを片手に辰野敏郎が語る本日のドヤ顔一句、どうぞ。必ずあのテスト前にこんなやついるよねっていうドヤ顔。はい。なあ、俺全然勉強してないわ。これ言うやついるよね。いる。勉強なんてしなくてもいいんだよ。でさ、おかっこいい。こんなやつに限って、うんうん、勉強してんだ。わかるわかる。そうそうそう。あれでしょ、天眼って子でしょ。そう、天眼っていう人がなんかやってるらしいね。まあ実際わし。へえ、勉強してたんだ。勉強してた。で、してないって言う、うん、言ってたんだ。全然勉強してないわ。やべえ。もうあれだけどね、僕たち高校はもうカンニングの嵐だったけどね。ダメやん。そんな中、たっちゃんは勉強してたってね、知らんかった。じゃあみんなたっちゃんの見てたんだ。うん、なんかね、このペンって透明さ、うん、こっちの中に答え紙ちっちゃく書いてから入れてた。すげえ。ね、あと手のひら全部あれだったもう35点は絶対取ると思ったから。はい、赤点やからね。そうそうそう、赤点だから勉強しろよ。はあ、じゃあそんな勉強してない僕が語る明日から使える、知る人が知る、あ、ミスター、知る人ぞ知るこの一句、ウォーキングデッド。それなんかドラマのあれやん。なんて言ったの今。あれ？え？今それっぽい英語、それっぽい発音で言っただけやん。それっぽかったけど、なんて言ったの。それ言ったらさ、結構カタカナってドヤ顔で言ったらかっこよく聞こえるよね。はい、じゃあ言ってごらん。レディングパスマーティ。それカタカナだったのか。普通のあれやし。なんか思いつくのがなかった。じゃあ金ちゃん、本物のドヤ顔を見せてくれよ。あんたパンパンパン。カタカナをかっこよく言ってみた。じゃあ次俺。はい。これはみんなが嬉しい。特別価格。いいね。いいね、めっちゃ嬉しい。ね。特別って言われたら、もう買いたくなる。買いたくなるね。うん、もうこれも多分こうなんだっけ、お店の作戦とは思うけど。あ、じゃあ言っていい？いいよ。今流行りのやつ。うん。水素水。流行ってんの？流行ってるよ。あれ？ちょっと前だよ。うそ。けど水素水はね、うん、デトックス効果がいいからね。そうなんだよ。すぐおしっこしたくなっちゃう、飲んだら。みんなの、ね、あのドヤ顔ワード募集してます。はい、そうです。しかも、はい、水素水っていう漢字が、うん、なんかバランス、上から読んでも水素水だし、下から読んでも水素水だから、なんかかっこいいなと思って。どうでしょう。いいんじゃん。いいと思う。いいと思うな。お醤油の好きだよ。頑張って褒めてる。はい、そしていっぱいメッセージ来てます。ありがとうございます。じゃあまずはマチオゴーパチさんのドヤ顔いきますよ。どうぞ。インプラント。それささっき来てたやつじゃん。
入れ歯のとこから来たやつ多分あれ俺行ってないけどって思ってる一応よこれは俺も買ってたわざと。あ、じゃあ行くよ。はい、サウルの心さん一平ちょうどやりそう、ドヤ顔で言ってる人いるかな言ってよ明日から。一平上等やいびんをちょっとおもかっこいい声で言ってみてほしいです。俺も聞きたい聞きたい。一平上等やいびんただお前しいよただお前あ、まだ来てるよ。じゃあこれもっとじゃあかっこよく言って、サウルの心さんのはいはい、言って石岩島。これは分かるかな、県外の方は。ね、あの沖縄の ね、魔除け。魔除けに使われるお家の玄関とかにね、うん、よくある 角にあるよね、よく角とかね。石岩島っていう文字があるんですよ。あ、厚尾さんからも来てます。たっちゃんこれもかっこよく、これいいね、うん、あの百均じゃないんだぜみたいな。おお、確かに。何使ってんのって聞いて。何使ってんの。小林製薬の糸ようじこれ今これドヤ顔になったぜ。これなんかだけどさ、これドヤ顔言う人が使い勝手がないからねそうだね、うん、そこがまたいいねお、ここでメールを紹介します。はい、ありがとうございます。アグーの友達のうるま氏ですありがとうございます。ありがとうございます。コムバンはたっちゃん声が綺麗です。ありがとう。今日前堂さんいないね、なんでね。睡眠といえば赤ちゃんを早く寝かす技ありませんか、教えてくださりーな。ちなみに僕は目を10秒閉じていると寝ます。たっちゃん声が綺麗です。何回言うんだあ、これ2回ぐらい言ってる多分たっちゃん声が綺麗ですっていうのがドヤ顔だはず。あ、聞きたい、ね、え今無茶ぶりだろ聞きたいありがとうございます。はい、うるましさん、ね、リサーチしとこうね。そうだね、うん、あ、花子さんからも来てます。こんばんは、音声が聞こえないです。え、なぜに聞こえないのかな。あ、そうなの。ツイキャスには聞こえてるみたいだけどね。へえ。あ、そうなんだ。へえ。あら、どういうこと。調べとく。うん、オッケーお願いします、はい、じゃあ次俺。はい、いくよ。新築一軒家購入ただ大きい声で言っただけでもドヤ顔やね。ねえ、いいね、夢だね。俺さ、新築一軒購入したぜみたいな。買ったぜ、かっけー。間違いなくドヤ顔で言っちゃうね。うん、建て売りじゃねえぜ。おう畳もあるぜ。畳もあるぜ。畳いらねえぜ打ちっぱなしだぜ。打ちっぱなしな。かっこいい、かっこいい。いいね、いいね。はい、サウルの心さんから来てます。はい、ドヤ顔ラーニングターミネーター VS サウアででんでんででんででんでんででん。勝つわこれ。え、え、なんで戦うんだろうねハルヤとサウルさん。すげえ、なんか強そう。この字、うん、カタカナ見てるだけでも強そう。どっちがどっちが、うん、やっぱりサウロさんじゃね。嘘だろ、ターミネーターに勝てたもんよいしょしとかないとやっぱさ、さ、強えってそう強いよね。サウロ強そう。ヤシがてターミネーターには勝てないって多分あれ言うだろうね。俺に任せろ、お前は先に行けそしてそして最後にシュワちゃんが言うセリフをどうぞ。 I'll be back。 おー、 I'll be backはい、じゃあ金ちゃん行って、バン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 。じゃあそうだね、いいよ。ドラゴンアイズ、おお、セクシー金ちゃんは実はセクシーなんだよ。バカセクシーでーすちょっとなんかじゃあセクシーなちょっと可愛い感じのやつ。可愛い感じ、セクシーと可愛い、融合して自分的に、可愛いやつ、うん、自分流で。こんばんは、
ちゃんです。ちょっと自己紹介しドヤ顔じゃないやん。あれこんな感じ。やっぱシチュエーションを決めないと難しいからね。そうだね。じゃあはい、じゃあ俺が、うん、このラジオパーソナリティとしての発言力を持って言う一言、うん、はい、はい、トータルビューティーフェア。トータルビューティーフェア。ああ。はい、訳はい、直訳して。合計。美容。美容。祭り。祭り。いらっしゃい、いらっしゃい。美容売ってるよ、みたいな。わかる、これポスターにあったやつさ。事務所のポスターに。あ、わかった。はい。はい、はい、どうぞ。生前即位。天皇やないかい。今流行りの。なるほどね。いいね。そう、今流行ちょっとあれだね、賢い私見せちゃいましたね。そうそうそう。え、本当は賢いんだよ。ちゃんとテレビも見てるから。じゃあ、いや、逆に一番自分が知ってる一番難しい言葉をどうぞ。うん、切磋琢磨。うわー。おお。四文字熟語や。じゃあそれに負けたくない。俺も行きたい。はい。ブラックマヨネーズ。笑とるやん。あとそれ芸人さんのお名前でしょ。いや違う。好きなんですか。これお魚さんが言ってた。お魚さんが言ってたよ。お魚さん。はい、俺もいた、俺もいた。はい、はい、どうぞどうぞ。瞬骨射骨神筋。うわー、すごい。瞬骨射骨神筋。瞬骨射骨神筋。あのこの腕らへんのどっかの細い筋肉。何字熟語？え、違う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 。筋肉の名前。筋肉の名前だよ。オッケー。じゃあはい。はい。ファニーボーン。あの肘ビリビリするやつよね。わかる。わかる。うん、よくやる。よくやるよね。電気走るよね。はい、ここでメールを紹介します。はい。ランボーさんからです。ありがとうございます。ドヤ顔。乱暴ですから。何回何やねん。でも絵文字がドヤ顔してるよね。ドヤ顔、うん、これがドヤ顔なんだね。じゃあたっちゃん、これ、はい、お前が言った方がいい。はい、あつおさんのどうぞ。あつおさんのね、うん、やばい、これなんて読むんだっけ。ちょ、俺もカラカラパスした。もうカラカラ読めんからパスした。わかるよ、読めるようになった、任せてくれ。はい、シマイタヘルニア。シマイタ、なんだったかなこれ。し知ってるよ、あのヘルニアやろ。そうそう、え、あれよ、あれあれだろ、なんか腰とか、あの椎間板や。これやっぱちょっとドヤ顔で言っちゃうね。ね、お前の今の椎間板やんはドヤ顔してたよ。これいいな。俺わかりますよみたいな。これ俺は、こんなの読めんば、やったメンバー。あれ、たっちゃんさっき勉強してるって思った。あれ、してるしてる。なんでか、椎間板やんでしょ。椎間板わかる。うん、わかるわかる。はい、何、どういう意味。あれよ、間の骨。違う違う、ヘルニアの名前だよ。イライラするやんね。わー、イライラするやんね。やられた。お、花子さんが聞こえました、はい、頑張ってね。あ、よかった、ありがとうございます。直しました、叩いたら直りました。どんなふうに。こんなよ。ラジオのみんなに分かりやすくパチパチ叩いてたって。こんなよ。じゃあこれ、はい、金ちゃん、この分かりやすいみんなに説明して、たっちゃんが今やってる行動、うん、なんか、まず、歯をちょっとよくなんかちょっとが多い。多いね。あ、じゃあ分かった、いくよ。はい、 US Navy。 しょぼ。 US Navy？ はいはい、アメリカの青。え、いや、え、そうきたか。ネイビーだよ、ネイビー。ネイビー？うん、藍色。あれあれ違うよね、俺が言ってるの。まあいいんじゃないか。というわけで、はい、ヨーラーニングのコーナーでした。今日なんか不発っぽかったね。もう終わろうぜ。やばい、ね、はい、というわけで皆さんドヤ顔ちょっと考えといてくれ。いた GM です。あ、あれ言いたかった、チャンスをピンチにするな。あ、いいね、言えばよかった。
はい、皆さん、お待たせしました。イエーイ。この番組では放送中にいただいたメッセージの中で一番輝いた発言をした人に勝手に表彰します。それでは本日のドラゴンダイブアワードは、あつおさん。し、す、あ、す、せい、す、追加のバイヤー、おめでとうございます。おめでとうございます。しかもこれあの、あつおさんがなんだっけ、これをやったのにドヤ顔が滑らされました。たっちゃんのせいだよこれ。やばい。ごめんね。はい、おめでとう。おめでとうございます。あつおさんずっとね、なんかこのドヤ顔、あ、ドヤ顔じゃなくてドラゴンダイバーアワードを取りたくないってずっと言ってたのに、うん、あ、そうなの。残念、取れちゃいました。あら、残念。いいね。はい、というわけで今日のトークテーマ睡眠でしたけども、はい、先ほどメールにもありましたように、はい、答えてなかったやつ、睡眠といえば赤ちゃんを早く寝かす技ありませんかっていうのがあるんですけれども、はい、我々ベイビーいない3人だから、あ、はい、はいはい、おお、ベイビーはいないけど実は保育士してました。へえー、当たったね。そう、なんかあるかい、ベイビーを。あのね、オルゴールをかけるか、うんうん、あのお腹に乗せて一緒に寝るか、へえ、うん、が一番いいって言われてるらしいっす。そうで、オルゴールもなんか子宮の中にいる時のこの音、うんうんうん、なんか心臓のバクバクの音とか、ね、そういうのが入ってると一番いいって。あ、そんなの、そういうのが入ってるオルゴールが売られてるわけ。そう、あの売られてるところもある。へえ。で、このお母さんの心臓のとこに顔を持ってって、うん、赤ちゃんをね、うんで、一緒に眠ったらもう心臓が近いからすぐ寝るって、うん、お父さんだもん、お母さんが。あ、お父さんでもいい。あ、そうなんだ、うん、知らない人でもいいの。知らない人だと人見知りするかもしれんから、うん、はあ、そう、お父さんお母さんがやった方がいいって習いました。覚えといてね。そして厚尾さんが無冠のエンペラーが。そうだね、ねえ。今日一番輝いたと思うよ、たっちゃんのせいで。わしのせいか。そうだよ、そうだよ、そうだよ。今日ちゃんと入れ歯入れてるからいい感じだからね。ドラゴンにならんわ、こっちが恥ずかしいわ。ってね、今日ね、はい、僕たちね、漢字の勉強しないとね。そうなんだよ、ちょっとこれ恥ずかしいことですからね、うん、漢字読めないの。振り仮名振ってくれたら嬉しいね。あ、もう、あ、ね、本当にもうスーパー嬉しいですね。あ、サウルの心さんからもドヤ顔ラーニング、ごま。何のごまや。ごま美味しいよね。もうへそごまね、へそごま取りすぎたらへそが真っ赤するから気をつけてね。あら、もう、え、もうこんな時間早い。はいはい、というわけでエンディングの時間がやってきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間にお会いしましょう。お相手はミッチとレイナと達也でした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじ、各社の提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、合言葉はドラゴンアイズ。まったねー。また来週。また来週お会いしましょう。来週は前藤さんもいるよー。いるよー。今日の自己っぷりはちょっとやばかったな。自己っぷり？うん。来週頑張ろう。はい、というわけで終わりましたよ。お疲れ様です。お疲れ様でしたー。なんかドヤ顔うまくできないな。ねえ。声がかっこよければドヤ顔になり、
あ、でも難しいね。確かに。なんかちょっとシチュエーションが欲しいから。そうだね。なんでこのドヤ顔を使うかってことだよね。日常でマス一切使うから。ね、ウォーキングデッド。いや、それは言えるだろ。最近なんか見た、ウォーキングデッド。水管版やからね。いいね。水管版な。なんか一応見たことあったんだけどね。見たことあるな。ね。読めない。そんな感じでいっぱいあるよな。タッチャーなら読めるかなと思ってパスした瞬間読めたかな。しまいたねえ、